おもむろに始める両ビログへようこそ、どうもです。トランクスポイラー、ルーフスポイラー、ルーフスポイラーダメだ。どんな感じなんだよ。かっこいいでしょ、初級者の。サフェでいいかな、わかんないですよね、あんまり。いや、ならちゃんと入れます。ハッチってだからなんかあったら、ねえんだよ。でもできれば貼るなら黒がいいですよ。だから黒はねえもんだな。カーボンもなくなっちゃったからさ。できれば黒っすかね。余ってるシート、余ってるシート、みんな余ってるシート持っていくからさ。みんな別に金くれっからいいんだけど。余ってるのでいいよ、余ってるのでいいよ。それやってたら余ってるな。今日は、まあ毎度おなじみで曜日ログはゆるい感じなので、こうきくんの質問コーナーでもやろうかなと。いかがでしょうか。何質問されるんですか。なぜナンバー隠さなくてよかったんじゃないですか。隠すモザイクで、編集がめんどくさい。だからの WSC の、 あのプレートを作りなよって言われてんだよ、意外に。あー、奥さんの車写真撮るときとか、はいはい、そう、あの動画撮るときにペタッてやっとけば編集いらねえじゃん。はい、確かに。そう、だから社長のとこ行ってお願いしてくからと思ってプレート作っていい。なぜ今の時代にクラブを買ったんですか。超微妙な質問じゃないですか、それ。なんで流行ってたから。ああ、そこ好きだからって言ってましたかね。あとは燃費がいいかもしれないから。ああ、で買ってみたら変わらないっていうことが判明したっす。変わんない、変わんないっすよ。嘘、7とかっすよ。セレショーだって6とかっすよ。変わんないっすよ。だって最初買っていや超燃費っすよって思うじゃないですか。14ぐらいって言うじゃん。あ、それあの長距離とか。ああ、最近やばいっすよマジで。7とかっすよ、6とか。でも実際不思議なとこでさ、あのこの間俺ほらあの2個行ったんだよ、はい、ごまだけやりに行ったんだけど、その時に乗せた社長がいるんだよ、はい、でもおじちゃんなんだけど、あの現行のエクストレイルを買ったんだわ、はい、で買った当初はなんかもうめちゃめちゃ燃費がいいと、はい、すげえ燃費よかった買ってと思ってたらしいんだけど、はい、半年ぐらい乗って燃費悪いからいらねって思ったらしく、実際乗った最初ってなんかすげえ燃費よく感じるんだよね。そうっすね、ゆっくり乗ってるからかなんかわかんないけどさ、慣れてくると、あとその前の車にもよりますよね。あ、そう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 、慣れてくるとあれ実際燃費悪くねっていう。燃費悪いっすよ、まあ、入る量が違うから。あ、まあまあ、だから10リッターぐらい多分違うんですよ。いや、トータルで見ると違うんだろうけど、でも減ってる感だと同じなんですよ。乗っててガソリン入れてる頻度とか入れる、ね、計算すると変わんない。だってこれで7でしょ。7ぐらいです。これで8だよ。でも長距離は12とか。ああ、3まではいかねえかな。12ぐらいですかね。12ですよこれで。それでレクサスの方が買ったら元割りんじゃねえんけって思うじゃないですか。変わんないですよ多分。嘘、変わんないです。だって多分8とか。いや、8まではいかないか。だって排気量は4000ぐらいじゃないの。4500とかじゃないですか。ああ、って考えても、でもそんな変わんないですよ。長距離しないからかな。税金と重量税がなんとかもうちょっとさ、こうお国様が優しくなってくれればさ、ね、みんな買うよな。買いますよ。だって結果ほら、いやもう何年だからいいよとかさ、あのいやもういいよ俺はそういうの乗らねえからって言ってっけど、はい、自動車税半額になります、重量税半分で OK ですってやってみ。そうっすね、買うよ。買えますよ、ね、絶対買うって。いやもう年だからただ言ってるだけだよ。でもどっちかというとガソリン安くなれば買うかもしれないですね。結局みんなガソリン気にするじゃないですか。ガソリンは変わんなくね。
ガソリンがもう少し昔みたいに90円とかなればでかい車また流行ってきますだって、じゃ俺思うんだけどさ今の技術ってすごく進歩してるわけじゃない、はい、低燃費だったりさリッター何20何キロ24とかじゃないですか、ね、空飛ぶ円盤みたいなさ、はい、そんだけの技術が発展してんだったらさこのぐらいの車でさリッター20ぐらい出せそうじゃない、はい、電気にしたら、でも電気にしたら持たないですねこのぐらいのデカさで電気にしたら多分うん、だって結局だってあれでしょこういう車の人って形が好きなのと車が好きなのといじりやすいのとあと音でしょあとでかい車乗りたい、うん、全部ひっくるめてセレクションがいい狭い言ったよ逆だったら納得だったかもしれないですけどクラウンからセレクションだったらああもうセレクションでいいやと思ってセルショーから、まあ、どっちにしろセルショーがいい広さが俺が重要ですね狭いあ本当にクラウンさんでもそれはセルショー乗ってたのが長かったからじゃねえよでもこれももう1年経ちますよ俺乗って、まあ、でもやっぱりちょっと狭いですね裏はだってそれでもともと LS 乗ってたっつったらやっぱ LS 滑ってるでしょ、はい、なんだなんだね前乗ってた車ってねよく思うんだよねだってこれ次レクサスでしょ4つ悩んでます何4つってレクサス、うん、アルベルああセルショ あでもセルショ買うならレクサス3つじゃねえかいやアルベルは1個1個であそういうことでもその他になんかまあいいのが、まあ、いいのは出ることはないですよ、うん、高いからああでもセダンで言ったらかクラウンの210グリルがスピンドルとかまあ多分値段落ちてくるだろうからでもまたクラウンからクラウンっていうのもちょっとなんか広さは変わんないんですよ多分がもっとでかいのいっちゃうかプレジとかセンチュリーとかやめとけ古いセンチュリーやめとけでもでも新しいセンチュリーも欲しいですね年間の維持費でクラウン2台で持てるよ、はい、新しいセンチュリー2000万っすよ家買いますかね買えますよ多分ここセンチュリー1台でいやセンチュリーで2000万出すんだったらどこがいいんすかね分かんない分かんないですよねだって現行の LS だって1600万ぐらいスペアで、はいリセール率考えたら、あの辺は手出したくないもんね。なんなんですかね。でも欲しい人は結構出てくるんですよね。そうやってでも。あと2000万出すんだったらスーパーカー乗った方がいいですよね。うん、普通に買えますよね。買える。2000万出したら2台買うんじゃね？物によっちゃ。で値段下がんないから。はい。結局なんでみんな新車を買わないかってさ、うまくできてんだよな。結局リセールするっつって税金の分下がっちゃうから、その分でも値段下がってんだよ。中古だったら相場決まってるからさ、はい、だって変な話去年1500万で買ったのに今年2000万で売れたよみたいな話がザラにある世界だから、うん、中途半端な値段で買って売るときに5万ぐらいしか値段つかなくてそうっすね、ぼやいてるだったらちょっと頑張っていい車乗ってたら全然これだって分かんないですからね下の値出したら、いいとこ10ちょっとぐらいじゃないですかだから今あれだよ個人売買が盛んになってきてんだよねはい、うん、店に買い取りで持ってくなんて言ったらもう時代が古い値段つかないですよね、うん、だって買う方も買う方でさ店で買ったらそれ保証もついてるしいろいろやってくれてるから安心して乗れるかもしれないけど個人で買っちゃった方の方が全然安いからねはいただ保証がないっていうだけでそうましてや車にある程度ね知識ある人だったら現状で個人で買ってきて自分で直してたのがトータルって全然安いもん、はいうん、ということで俺が出してるやつも見てね要チェック要チェック、はい、ということで次いいですかはい、マフラーのメーカーはリアピースは分かんないですねああセンターは分かんないセンターはヤフオクですああヤフオクの多分4万円から5万円ぐらいの中間ストレートああ底上げの
あ、あれだよ、あの動画、ほら、去年、ラウアンで撮ってるの。はいはいはい。あの、響いてるやつ。はい。あれが結構好評でした。どこなんですかね、書いてないですよね。ね、なんか、見た感じスリキャツっぽいけどね。はい。スリキャツじゃないの。この間、あの、言ってたやつあるじゃないですか、クラウンの。おー。あれ、スリキャツって言ってました。あ、ほんとに？なんか、うるせえっすよ、マジで。なんかでも、ぽくね、形。はい。メーカー書いてないから。あれだってマジでもだってスリキャッツですね。そうだよね、はい、だからあのナオトのマジでもスリキャッツ入れていくかなと思ったんだけど、はい、あげないですよ絶対に。つくんで、まあ、つくわね。つきますよ。だってマジスタンそう。だってスリキャッツ中古だったら今安い出ねえじゃないの。どうなんですかね、2万から3万ぐらいじゃないですか。でもそういえばじゃあコース作ってやってるじゃん。マジスタンですか。うん、ゆくんのかっさらっちゃいますよ。あ、いいね。貸してっつって、うん、ちょ車検で使うから貸してっつってこっちの音静かなんだっつってでもつきますからね、うん、クラウンの。クラウンの買えばいいんですよ、安いから。あ、そうなの。幅はどう。幅近くね。あ、出幅っすか。違う、横。あ、大丈夫です、つきます、つきます。出幅は、出幅はマジスタのをクラウンにつけるとちょっと長いんですよ、うん、多分出るんじゃないですか、こんなもん。あ、だけどクラウンつけたら多分ちょっと縮まるっす。ダセーな。縮まるって言ってもそんなに縮まったりはしないと思うんですよ。ハーフついてなければ分かんないと思うんですよ。ハーフついてんなら多分分かっちゃうかもしれないですけど。ついてない、ついてない。ドノーマルです。多分普通の純正と同じぐらいの位置になっちゃうんですか。で、タイヤは変える、ホイール、あのほら今期から買ったやつあるじゃん、はい、あれあるから、あれ履くって言ってた。あとはあれっすね、ようやく使う車が出てきたねあとは中間で変わりますね。ああ、まあまあそうだよね。これ中間混ぜてたんですけど変わってないですよ。手口位置ストレートにしたいですね。ここね、穴開けたいの。ああ、はいはいはい、はい、でここから3本出したいの。あの458みたいに、はい、あれがかっこいいんだよ458。うん、あ、後期次、あれだ、フェラーリ買ってよ、355 700万で出したけど黄色クラウン。700万で売れねえかな。ん700万で売れねえかな。現行の一番グレードいいやつが中古で700ぐらい。え、でもクラウン新車で700多分しないっすよ。あ、嘘。あ、新車で今のやつで800ぐらいって言ってますね。いい、一番いいぐらい。あ、じゃあ考えたら多分ついても500ぐらいじゃないですか。オークションで、あれか、そんなもんか、はい、新型で、うん、これじゃあ、こすんでっても50ぐらいが限界じゃないですか。だって50つけんやろ、原整備入れて。はいはい、いや、それで40じゃない。でもやっぱボロいっすよ。なるほど。ボロくないから。8万キロくらいでしょ。はい、いや、もうちょっとで9万なんですよ。あれ、まあそんなもんか。8万7千キロなんで。今こう、大変だね、タイベル交換。これタイベルじゃないですよ。あれチェーンだっけ。これチェーンですよ。なくなくね。俺らにもチェーンつけてよ。難しいですか。うん、難しい。これがチェーンだからよかったですよ、うん、だから俺が多分次に売るときは12万キロぐらいじゃないですかね、うん、今8万7000キロ、大体1年経つんで、大体俺そんな1年に1万キロぐらいしか乗らないんで、うん、で考えたら多分11万キロぐらいじゃないですか、うん、あと2年なんで、うん、あと2年後に欲しい方、だから2年後だと今16歳ぐらいのお兄ちゃんか。そうっすね、いるんじゃないですかね。50万だって。でも色があれなんですよね、色がほんと物好きじゃないと買わないですよね。つけてーなー。いやー、かっちょええなー。サフェル一緒、これでこんな入れなくても、もうマスコンだけついてる、大事だ。元白っすからね、うん、この面はどうせ塗んなくてもかけちゃうんで、うん、両面テープになっちゃう、うん、しかし両面ってのも怖いよな。でもガラスだから開けられないじゃないですか、ビスとか。そうだね。でも一回剥がすしかないですよね、これ、うん、またつけるの怖いですよ。あったあったんですけど、剥がれなかったんで。しまっちゃったの。はい。
寝る前に一回剥がそうとしたんですけど硬すぎて諦めたっす、うん、あれあってなうちに。あれが一番早いよ。確かにあれだったらめちゃめちゃ早い。持ってくから、ね、続いて前へ中へ。前へっていうのが中へ。25万円で販売中。エンジンかかんの？わかりますよ。鍵持ってくれば。絶賛バッテリー上がり中？いや、上がってないですよ。嘘？上がってないですよ。持ってきました。まあ、これも剥がれてないもんな。もう2年前ぐらい違うな、3年近くなのか。この黄色いフィルム貼ってほら綺麗じゃない。なんかね、音を聞かせてくれるやつで、まあ、ちょっと待ちましょう。よいしょ。ほんとセカちゃん緩いよな。緩すぎるぜ。エンジンかかる。どうですか？こっち。あ、かかりますよ。かっこいいな、モーニングの。
しかしあれヘッドライト黄色入れて正解だったで、はい、あそこがほらライトスモークだったら多分またイメージ変わってたんだろうけど、はい、これの方がいいわ。でもライトスモークにしたらいろいろスモーク入れないと。そうなんだよね。俺スモークも全部剥がしたんで。ああ。車の中のスモーク全部、うん、俺スモークから全部剥がしたんで。だいぶ持ってますよフィルムも、ね、あの給油口なんかだいぶ持ってるっすよ。あれなんかやばいっすよ。あのそっか、あれいつだっけ、3年4年前ぐらいか。相当古いっすよあれ。そうだよね、だってまだ乗ってる時とかじゃないですか多分。うん、下手したら。あ、じゃあ 4,5 年前か。でも全然っすよ。俺もだって最初の頃だもんね、はい、ちょっとやっべえっつって剥がれもしないし、まあ、剥がしてもいいんですけど色変えるのに下のステッカーが怖いよな。はい、下のステッカーが怖いよ。あ、椅子を剥がれて。あ、いいの、はい、作ればいいじゃないですか。間違いない、はい、あ、今作れっかな。それか違うステッカーにしたでしょ。それか給油口アニメの中に入れてんな。何で、アニメ何で板車にしよう。遊戯王城の内じゃない。いいやこれ入れてよ。顎で使ってきそうじゃん。どっちなんですね、すげえよ、だからそう思うので、耐久性のね。相当思ってますよね。そうですね。だってあの時はもうずっとあの合わせてるよ。はい。またこれ前に乗ってもらったじゃないですか。意味がわかんないですよ。もう多分結構焼けてるじゃないですか。この辺多分焼けてると思うんですけど、こっち見てください。あれ本当だ。フロントだけ焼けてないんですよ。だからもしもね、でも同じ位置にあったじゃないですか、ずっと。あった。なんでだろうなと。同じ位置にあったし、同じ距離だし、謎なんですよ。うん、ちょっと若干だね、もう必要は。でもこれ多分磨けばいけますよ。多分いけると思う。なんかおかしいんですよね。クリアはダメだよね。屋根からの埃なんですよ。ああ。しょうがないです。ここには、なんか建物。はい。ハウスみたいな。バイク1台、バイク2台分ぐらいの、ハウス1枚ぐらいの建物。うん。そう。はいはいはい。ここだけ。うん。ここだよ。埃かぶる。うん。他は別に埃かぶるって問題ないです。うん。このステップは次いつ見るんで、生に生ステップ。生ステップですかね。いつにしましょう。イベント出す予定はない。いやーどうですかね。今年はあんだけ毎回イベント3月あるぞ。来月。あ、そうなの。来月もか。おう、イベントあるんです。あ、そうなの。どこに同じ人ぞ。あ、よく許可降りたいじゃん。知り合いだからですか。毎回使ってるし。ああ。うん、行ってもしょうがないですよね。行ってもいいですけど。うん。だって行って、うん、入場料払って帰ってくるか、一、うん、日仕事して一日分給料もらうかって、一日分給料もらった方が、だって来るの同じ人らばっかりじゃないですか。ああ。そうだよな。だからほら、あれだよ。ああいう、要は何、草イベントなのか、草野球みたいな。はい。あれ草イベントに1万も2万も払って展示して、結局賞を持ってくるのは毎回同じ人でしょ。そうですね。バカみたいに金かけてさ、だったらね、自分のところで作ったやつちょっと高いかもしれないけど、大手サラあたりにね、2、30万払って出した方が希望違うからね。傾いてるな、左に、うん、右か、こっちからだと左だけど、うん、左の方がちょっとあるんですよね、なんかここ水洗いした時に水右に行っちゃうんですよ、全部あっちに行っちゃうんですよ。あ、そう。ってことは多分左に傾いてる。うん、そうだ、水洗いしたらここだろ。
バスタス。ああ、違う、あの引っ越す前に。ああ。こう地面を全部洗ったんですよ。はいはい。汚かったんですよ。でもなんかあれらしいよね。あの長谷川が言ってたんだけど、こういうコンクリ？はい。こういうとこってあのこういう上で水洗いしたり水作業すると、はい、これが水吸って割れちゃうんだって。そうだから水使っちゃダメだよって。でももう割れてっから意味ないし。うん。だ余計に割れちゃってこと。だから掃除機で吸うか、あの履かないとダメだ。水洗いしたら上に入ってますから。乾いた時。でも水洗いしないといけない状況だったんですよ。すごいんですよ。とてつもないぐらいやばかったんですよ。だから開けっぱなし。よく前の人、よくやってたなと思って、だって前の人は、あれ言ったっすよね、前のここ借りてた人も、車好きな人で、ポルシェと、うん、ポルシェともう一台ここでなんかやってたって言ってました。よくここにポルシェとか、そのこまあ、購入したって言ってましたね、ここ住んでた人。だったら、シャッターつけたらいいんですよ。つけらんないんですよね、勝手には。最悪あれだよな、次出てくときもそのまま使っていいんでつけていいですかっていうか多分あ、そうですね、綺麗に使う分には平気なんですよ、全然 OK で、まあ、でも出てくときは全部取っちゃうんですよね。これライトとかもうちのなんで、うん、全部取って、あとは下にレールつけたいんですよ俺。でも下にレールつけちゃうと車入るときレールぺちゃこになっちゃうじゃないですか。そうだね、だからそこをカットしないとね、一度下げてつけないと。はい、それ押さえるのに、はい、バサ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 うるせえんですよ。あ、大盛りつければいいじゃん。ああ、石かなんかですか。本当にセカちゃんゆるいよな。でもセカちゃんはゆるい方がいいっす。うん、好きだよセカちゃん。いいね、最高っす。うん、まあ、今年どっかでバズんねえか。バズる。はい、動画バズんないですかね。アンパンマンマーチでもこれでコール切ればバズるよね。10万億再生ってあるんですか。10万億再生って10億再生だめ。おすすめに上がってこないですか。どうなんだろうね、やっぱほら急上昇ランキング何位とかって言うじゃん、みんな。はい、あれもよくわかんないけどね。もうちょっとでかいがでしょうし、いや十分でかいでしょ。あと車1台分ぐらい欲しいですね。ほら本当だ。俺の愛車。かっちょいい愛車。しかし本当すげえ、これコレクター持ってるよ。はい、画質いっぱいいっぱい。じゃあ落ち着いて。それは入れないの、ね、こっち。どうですか。クラウン。こっちですか。うん。クラウン入れたら出れないですよ。あ、そういうことか。クラウン入れるじゃないですか。うん、こうやって車止められるじゃないですか。うん、出れないです。全部残さないと。そういうことね。結局何の車入れても大回り車に出れないんですよ。はいはいはい、だから前に2台と裏に2台入ってる部分には平気なんですけど、うん、裏に前に2台入っちゃうと出れないです。重列だと無理ってことだね。はい。しかし本当いいよなここな。フルラッピングするときここ借りるの。あ、ダメだ、もう社長のところで行っちゃった。これあれ。ああ、あれっすね。そう。あれもう決まったから。あといつやるかっていうやつか。ここいいよな。周りから見らんないですよ。絶対見らんないですよね。で周りもほぼいないですからね。いても多分興味がないから。うん。うんってなっちゃうじゃないですか。で出てるって上から出てきては絶対見らんないじゃないですか。言えないから。そう。工業団地とって。うん、ここも締め切りだからね。はい。風ない時にやればホコリも入ってこないじゃないですか。そうだね。いいな、いや、なんか今年そういう作業がなんか結構多いらしいのよ。はい。そう、今まとめて言われてるみたいで。最悪その時手伝い来て、なんか話聞いたら3月ぐらいって言ってたか。ああ、やるのですか。やるの。なんか4月だか5月らしいんで、その、はい、展示するのが。それに間に合わせてやるって言ってたから。
2,3 日で終わるべって言われて、2,3 日って言ったの。いやまあでも1週間ぐらいっていうのは言ってやるからってさ、2人でやれば5日ぐらいで終わんねえのか。終わんじゃないですか。終わりよな、だって458だって、458も5日ぐらいか、あれだけで。458も5日だったかな。これだって3日で終わりっすよ。ああ、外さなければね、部品で。はい。1枚で全部いけそうっすよね、横は。上以外は。上は結構、うわ、あそことかも嫌になっちゃうっすよね。あのドアバイザーの上、ここの、あ、ここのそういうとこ嫌になっちゃうっすよね。いやだからもうあそこはほんと1枚だよね。ただミラーだけは外すよ。はい。ミラー外さなくてもいけそうじゃないですか、この形だったら。ドアについてるわけじゃない、ドアの、うん、ああ、だけど折り込みが、はい。あ、でも結局1枚で貼んないと。そう、だって結局フルラッピングってほら、あの外せるものは外すっていうのが前提だからさ、はい、ボンネットもほら、あのなんだっけ、ウォッシャーノズル、はい、あれもそうだし、グリルもヘッドライトもそうだし、フォグライトもそうだね、ドアノブ、ミラー、バイザー、ルーフモール、テール、その辺全部外すから、はい、フルラッピングも。実際中まで中まで貼ったりしたらそうそういないから、はい、見えねえじゃん。金があったらラッピングしたいですね、これ。だやってやるって70万。無理す、無理す、無理す、無理す。5000円ぐらいでお願いします。シート買えねえで。1メーターずら買えねえ。て、あ、じゃあ提供で。何の提供？いやだ、じゃあ提供してやるから1位取れるじゃん。提供でお願いします。提供でやるから1位取れってじゃん。勝負。勝つろ？イベント？ラッピングだけじゃダメですね、外装もやらないと。なんで、フルメッキでやれる。フルのブルーメッキ。ああ、外装だったらいけんじゃないですかね。あの、またどういう風にするか、エアロとか何で取られるかですよね、その人の。そうだね、フルブルー、ブルーメッキのフルラッピングで、で、クーペにする。クーペ切っちゃうんすか。違う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 、色変えるってことですか。違う、ドアを、だ要はドア4枚じゃん、3枚か、はい、だそこのドアも潰しちゃって、で、扉延長してクーペ、それか扉逆巻きなぁ、はいはいはい、ロールスみたいじゃん。金かかりますね。かかるべ。でも確かにフルラッピングしたい気もあるんですけどね、高くて。いいよ、フル、いいよ、フルローン。いや、無理するんです。あの、個人フルローンで大事ですか。個人分割フルローンで大事ですか。月5000円ぐらい。じゃあ利子つくからトータル200万ぐらい。絶対やだ。つまり個人ローンって何なの、そもそも。個人ローンでいいですかって言われたの。分割ですよ、個人分割。いや、本当にもう10年、15年付き合ってるとかだったらまだいいよ。初めての人に個人分割いいですかって無理に言われるじゃない。はい。何、何、到着したこと言ってんかな。1年ごとに1枚あるんですか。月5000だって。目から6万。3枚ぐらい貼れるんですかね。横は全部貼れるんじゃないですか、下手したら。貼れる。あれ、魔物は何メーターでしたっけ。22.5。足りますね、ギリ。いや、全然足りるよ。でも5メーターですよ。555じゃないですか、うん、横5、横5、屋根で5じゃないですか、順5。いや、足りるよ、だってガラス板はんでた。はい、結局、ああいうガラス板抜いちゃうから、それをこのままちょっと持ってくるでしょ。ああいうフロントバンパーの間とか、はい、フォグの内側のとこ、どっちにしこれだと分割になっちゃうから、ホグのとこと、そのダクトのとこは分割ですよね。そう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 、でその出っ張りは
1枚でいけるかもしれない、それぐらいだったら。はい、多分。いや、きついな、最悪分割なんだ。俺がやるの100万ぐらい。しょうがないよ、高い高いって言うけどさ、安くするもんじゃねえし、はい、つもりもないし。俺は自分でやっちゃいますけど、ザーッつって。そうだから、ほらやりたいっつー結構いるじゃない、はい、だから出してあげるからやりなよっつって自分で、はい、いや失敗しちゃうとあれなんで。失敗はつきものですからね。失敗したら分割払えばいい。失敗なんかつきものでしょうよ。俺なんか考えてみるよ、調子込んでフロント買って30分でパーで材料。あれメーカー魔物が 22.5、 幅はどんぐらいなんでしたっけ。1524。1524ですか。うん、足りずか。足りる、全然足りる。サイドから上まで足りる。足りる。上はだってミラーの先でこう切っちゃって、これラインにしちゃう、帯にしちゃうじゃん、はい、帯でも巻いちゃうの。上は晴れて、あそうそうそう、やり方してるのに今までいくから。でどっちみちミラーなんかも1,2,3,4,5 分割ぐらいにしないと晴れないから。あ全然伸びないから。貼りたいっすね。でも動かないからな、貼ったところでな、そんなに動かないかな、うん、展示車なし、うん、遊びに来た人に見てってください、サンプルを持ち。常に走ってんだったらあれですけど。そうね。ああだからあれだね、イベントついでにほらバーベキューやりたいね、また今年。はい、人呼んで仲間うちにここで、はい、飲酒運転どんとこいそれなしだ。新しいステッカーも作んなきゃな。もう次のステッカー行っても大丈夫でしょ。ああいいべ、何がいい、作ってきたらいいでしょ。何がですかね、次は何色にしようかなあんま変な色やりたくねえよな、外観崩れるからステッカーって。それか次は、うん、ハチマキ負けじゃないですか、ラッピングのシーン、うんうんうん、で、その上からステッカー。ああ、ローファーっぽいかもしれないな。あれだったらね、R 作んないで、目玉りで角端決めちゃって同じストレートで、はい、持ってきちゃったんでおかしくないと思う。でも鉢巻き作る色にもよりません、黒かな。うん、下地が黒で文字白か。そうっすよね。ブルーだけ使ってんの。はい、そしたら下地が黒で薄いブルーで、ね、あの星文字ぐらいに、はい、でステッカー上からベタバレしちゃって。あ、それはそれでかっこいいんじゃない。はい、なんかサンプル作ってるんですか。